シュバルナスは、ガリツヤ西部の公家、影響力のある指導者であり、隣国のリトアニア大公国内部の権力構想に巻き込まれたことにより、短期間、大公位についている。また、ホルム公として、ホルムの町を支配下に置いている。シュバルナスについて知られていることはごくわずかであり、その名前ですら、全体的には確かなものではない。この支配者に関する原本の文章は、 極めて乏しく、その名前に関しては、様々な形で言及されている。例えば最初に出版されたリトアニア年代記では、シュバルナスの名を、シュバルノとして言及しているが、それ以降の番ではおそらくは、リトアニアの名前であるスキルマンタスを、ルーシゴ風にした、スキルモンと並びにスキルムントの名が使われている。同時代の資料はまた、イオアンというシュバルナスのキリスト教名を言及している。 現在、シュバルナスは、様々な歴史上の文献において、リトアニア語のスバーナズ、ウクライナ語のロシア語及び、ベラルーシ語のポーランド語のスワルノといった、いろいろな名前が知られている。これらは皆、スバロミールという、スラブ人の名前の親愛語系の可能性が高い、シュバルーンという、名の翻訳である。流陸町出身のダヌイーロ・ロマーノビチの息子の一人で、ある、 シュバルナスは、父が治めていたハールイチ・ボルイーに大公国西部を、相続した。この土地はハールイチそのものの都市を含み、ブーク川を横切るに等しいベルズ、チェルビン、ミエルニク、ドロヒチン、そして最終的にはホルムを模有する、赤、ルーシの地であった。兄弟の霊部一世は、リビブトップシェムイシルの都市がある南部を相続し、ローマンは、ルツクとテレボビルの公国の相続人となった。 ダヌイイロの統治期間中にハリー一の領主はしばしば略奪のために襲撃してくるリトアニア人という共通の脅威に対抗するために隣国のポーランドと同盟を結んだ。しかしながら1255年あるいはその前年にシュバルナスは1253年にリトアニア国王となったミンダウガスの名の知られていない娘と結婚した。この同盟のにより ハリー・イチトリトアニアの君主は共同して、ポーランドに対する大規模な遠征に着手することとなった。すでに1255年にはルブリンを襲撃し、1262年には主にマゾフシェに対する遠征が開始された。シュバルナスとトレニオタは、プーツクを占領して、シュバルナスの義兄帝である、マゾフシェ公シェモビト一世のいるヤズドブを包囲した。最終的に、シェモビト一世は、 シュバルナスの軍勢に殺され、その息子であるコンラート二世は捕らえられた。ポーランドの救援軍は間に合わず、1262年8月5日のドルゴシドロの戦いで敗北した。1264年にダヌイーロは名目上のハールチボルイーニ全土の大君主となると、すぐにポーランドへの遠征を開始したが、この時の目標は小ポーランドであった。しかしながら、 参加した軍勢が、スカリスチェフ、タルチェク、ビスリツァへの略奪をどうにかできたにもかからず、この時の遠征はの成功は小規模なものとなり、ルーシリトアニア連合軍は撃退された。ヨトビンギアスの補助軍は、ブリアンスクで、ボレスワフ5世に敗北した。翌年に、ボレスワフ5世は、シュバルナスとその兄弟であるバスリーコロマノービチへの、 反撃を開始して1266年6月19日、はじめにブロターで撃破した。この敗北はシュバルナスの領地における立場を弱めることとなった。この間の1263年にミンダウガスは暗殺された。ミンダウガス暗殺による混迷は土着と外国の支配者の権力闘争という形で広告を乱れさせることとなった。シュバルナスは ミンダウガスの息子で自身の義兄弟であるバイシュビルガスを支援した。両人は共同してトレニオタを敗位させてダウマンタスをプスコフへ追い払った。1267年にバイシュビルガスが修道院生活に戻るとシュバルナスが新大公となった。シュバルナスによるリトアニア統治の細部は知られておらず、おそらくは国内では強力な地盤を入れなかったと思われる。 しかしながらシュバルナスは明らかに公平に国境線を拡大させることに成功している。二百六十七年に自らの兄弟であるムスチスラフをヤセデラ側で撃破してトゥーロフとピンスクを占領することで軍事遠征を成功させている。シュバルナスはボルガタタール人への遠征を行いバラクライハーンをコイダのふ戦いで破ったことでマズイル、チェルニーヒウ、カラチェフおよび スタロデューブを占領することを可能にした。しかしながら、リットアニアにおける権力闘争は続いたままであった。明白な勝利者が現れる前に、シュバルナスは1269年から1271年の間にホルムで死去し、今日の聖母マリア聖誕教会堂が占める場所に建てられた聖教会の教会に埋葬された。 シュバルナスの死後にその領土の大部分はリトアニアに戻り、リトアニア高地出身の以前はあまり知られていなかったトライデニスによる支配が始まった。ありがとうございます。